今回も政令市 VS 県九州編です。今回はついに政令市の福岡市が登場です。福岡市 VS 宮崎県 VS 大分県 VS 長崎県。この動画では以下の総務省や経済産業省、農水省が公表しているデータを利用しています。前ページに記した公式データから導き出した対戦指標となる77項目は以下の通りです。今回も九州の政令市 VS 県の戦いをお送りしていくわけですが、ついに九州最高の政令市の福岡市が登場となります。はじめに言っておきますが、このルールだと面積系、農業系、製造業系が極めて厳しいと思います。果たしてそれ以外の項目だけで人口で圧勝する宮崎県、大分県、長崎県を一周することはできるでしょうか。県側では長崎県が今回初登場となります。どんより証拠の10連戦で試合を行っていきます。1試合目、飲食店数は福岡市、総面積は宮崎県が強い、製造業事業所数は長崎県、15歳未満人口比は宮崎県、薬剤師数は福岡市が圧倒的に多い、製造業荒付加価値額は大分県が圧倒的に多い、接戦となるも宮崎県と長崎県が勝利。2試合目、卸売業年間商品販売額は福岡市が桁違いの強さです。建設業売上も福岡市が圧倒的な強さ、石数も福岡市が圧倒的です。農業畜産は宮崎県が圧倒的、刑法犯認知件数の少なさは長崎県が強い、1万人あたりの交通事故の少なさも長崎県、長崎県が快勝、2位は福岡市。3試合目、1万人あたりの交通事故の少なさは長崎県、製造業現金給与総額は大分県が強い、小売業事業所数は長崎県が多い、1万人あたりの薬剤師数は福岡市が強い、飲食店数は福岡市、医療福祉売上も福岡市が圧倒、長崎県が勝利、2位は福岡市。第3試合終了時点の順位、1位は勝ち点3、2位は勝ち点2、3位は勝ち点1、4位は勝ち点0で計算していきます。長崎県が3連勝スタートとなりました。福岡市は2位ですが、大分県、宮崎県との差は小さいものとなっています。4試合目、建築床面積はデータ不足、15歳未満人口は福岡市、建築工事費もデータ不足、卸売業事業所数は福岡市、建設業売上は福岡市、経常収支率は宮崎県、福岡市が圧勝、2位は長崎県。5試合目、農業畜産は宮崎県、一般病院数は大分県、1万人あたりの薬剤師数は福岡市が圧倒、1万人あたりの歯科医師数も福岡市が圧倒的、建築床面積データ不足、小売業年間商品販売額は福岡市の圧勝、福岡市と長崎県が揃って勝利。第5試合終了時点の順位、長崎県は好調を堅持、福岡市が追いかける展開、宮崎県、特に大分県は苦戦中です。6試合目、製造品出荷額は大分県の独壇場、歯科診療所数は福岡市が強い、1万人あたりの刑法犯の少なさは長崎県、1万人あたりの歯科医師数は福岡市、小売業年間商品販売額は福岡市の圧勝、一般病院数は大分県、長崎県が勝利、2位は大分県。第6試合終了時点の順位、長崎県が独走。7試合目、ゴミのリサイクル率は大分県、1万人あたりの交通事故の少なさは長崎県、製造品出荷額は大分県、小売業年間商品販売額は福岡市、人口密度は福岡市の圧勝、地方税は福岡市の圧勝、長崎県が大接戦を制して勝利、2位は大分県。第7試合終了時点の順位、長崎県が独走に拍手をかけています。8試合目、出生数は福岡市、昼間人口密度は福岡市の圧勝、製造業荒付加価値額は大分県、
経常収支率は宮崎県。建築工事費はデータ不足。建築物数もデータ不足。福岡市が勝利、2位は宮崎県。第8試合終了時点の順位。福岡市の2位以上が確定、残り2試合です。9試合目。1万人あたりの歯科医師数は福岡市。農業講師は宮崎県。製造業事業所数は長崎県。製造品出荷額は大分県。15歳未満人口は福岡市。建物火災の少なさは福岡市。長崎県が勝利、2位は福岡市。第9試合終了時点の順位です。次が最終戦となります。最終戦、小売業年間商品販売額は福岡市。一般病院数は大分県。農業産出額は宮崎県。金融保険業売上は福岡市。課税対象所得も福岡市の圧勝。人口総数は福岡市の勝利。福岡市が僅差勝ち、2位は長崎県。全10試合の最終結果が出ました。長崎県勝ち点26、福岡市勝ち点21、大分県勝ち点10、宮崎県勝ち点8。長崎県がポイントの割に7回1位の圧勝。福岡市は4回1位で2位を確保。大分県は3位が最多の6回、宮崎県は4位が最多の5回となり、それぞれ勝ち点を積むことができませんでした。福岡市は2位なので、次は1位だった長崎県に加え、沖縄県、鹿児島県でさらなる検証を行う予定です。最後まで見ていただきありがとうございました。よろしければコメント、高評価、チャンネル登録の方お願いいたします。